いやー、悔しいね、こうやって見るとね。悔しいわ。もう一回頑張ろうね。いやー、情けねえ、マジで。マイチーはどつ？お疲れ。解放お疲れ。お帰り。みんなお疲れ。ニャコいらっしゃい。風船20個ありがとう。ありがとう。悔しいな。風船ありがとね。おはようみんな。解放ハートありがとう。初見さんいらっしゃい、マイチムさん。もしよかったらフォローしてって。初コメントありがとう。ワドです。ハートありがとう。クモンリュウいらっしゃい、おはよう。風船ありがとう。クモンリュウ風船ありがとう。いつやんのスパーリング、ドルさんと。いつやんの。俺もさっきドルさんに誘われたよ。クモ同い年なんだ。毎日もハートありがとう。あー悔しいな、マジで。再来年あたり、再来週あたり。あ、そうなんだ。セッティングしてる感じか、今。俺も行くからさ、スパーリング。まあ俺はスパーリングやらないけど、アップだけするけど、ミッド打ちとか見届けるよ。クモンリュウのスパーリング。判定はむずがゆいね、ちょっとね。判定は悔しい、正直。ないわ。もっともっと頑張らないといけなかったね。旅費？あ、そうなんだ。まあ、リスナーさんいっぱいいるからさ、あの、ドレさんとスパーリングするから、旅費くれって言ったら多分くれる人いっぱいいると思うよ。ドレさんとクモンリュウ、聞いた聞いた。で、ドレさんから来いって言われたから、行くよ。うん、練習ね。会えるの楽しみにしてる。タイトルつけて言ってる？あー、じゃあ集まると思うよ。全然集まると思う。いつものところだ。いつものスパーリング会場でやると思う。
辰彦もドレさんも強いぞ、怪我するぞ。だから素人だからちゃんと教わりながらやれよ。喧嘩じゃないから、あの喧嘩スタイルで行くのもそうだけど失礼だから、それはあのちゃんとアップの時はアップでやらないと体壊すから。お互いいきなりガッチってぶん殴ったらもうボッコボコにされるから、ちゃんとスポーツだからな、クモン流スポーツだから、喧嘩じゃないから、そこだけしっかりな。俺クモン流の俺は強くなりてんだよってワドって言ったの信じてるから、そしたら一緒に強くしよう、強くなろう。俺よりもさ強いと思うけど、そう礼儀は絶対大事だから、クモン、うん、総合でやる？オッケーオッケー、わかった。それだったら俺行くから。うん。うん。オッケーオッケー、いいね。一緒に頑張ろう。スポーツだから。はい、ワダツー。ドレさんに挑むのは相当勇気あるよ。要はハートが強いんでしょ。あんだけ強いの分かってドレさんに挑んでんだから強くなるよ。ただドレさんとやったら強くなる。一緒に強くなろうね。俺も来年の捨て頃あるから気合い入れてるから一緒に頑張ろう。ただ思ってるよりもドレさんは強いから、あの人は化け物だから。ブロックでーす。そうだね、体重相当絞らないとね。体重は相当絞らないと。ローキック強いの？ローキック自信あんの？はい、ボンマスワダツー。楽しんでて。体重は今多分78とか79とかだから相当絞らないとね。ドレさんのローキックは時間差で来るの？普通ローキックって速い人パンって来るでしょ、グッパンって来るの。いや時間差で来るから、あのあ体重落とすの、いやクモン流は上げた方がいいと思う。今何キロ？まだ会ったことないから分かんないけど、うん、体重軽いんじゃないかな。身長170だから65は適正だと思うよ。クモン流が体重と身長いくつなのかね。67結構重いね。身長はどれくらい？67結構重いね。筋肉まあいいかもしれないね、今の体重で。結構体がっしりしてたけど背は低そうなイメージだった。身長どれくらい？クモン流67キロか、結構がっしりしてるな。ああま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 あ65ぐらいでいいんじゃん。 65 とか63とかね。でもまあみんなあれだよ、減量前そんな感じの体重だから 今作らなくていいよ。捨て頃出たいんでしょ。捨て頃前に落とせばいいよ、3ヶ月前に。むしろ今増量しな。うん、あそうなんだ、構えてる時こういう感じだもんね。暑かった、さくらんぼいらっしゃい、クックパッド2 68の60、結構痩せ型だね。うん、63ぐらいが適正だと思う。ギリギリ脂肪絞りまくって今の体重でいいと思うよ、筋肉もあるし。うん、ノーガードでスタンス広い。あれはね、ちょっと、要はね、キックじゃ通用しないと思う。まあ、やってみたらわかるよ。あれはもう、蹴りもろ食らう。
危ない。正直素人同士のスパーだからなんとかなってるけど、いやロガードつうかぶっちゃけ俺インロー当てられる。あれやってみたらわかるよ。基礎から学んだ方がいい。独学でしょあれ。あれ喧嘩だよ。あんなんバチバチインロー入っちゃうもん。パンチは確かに避けやすいスタイルかもしんないけど、あんなん蹴り放題だから。左、俺はもう体作ってないし、あの練習再開してないから、俺はやんない、スパーは。ミット打ちとかだけやる。総合が得意なんだ。ドレさんもともと総合の人だから、ドレさんとやるといいよ。うん、ドレさん立ち技も強いからね。どうなるのか。俺も走り込みからやり直さないと。まあ、身長体重的には俺がちょうどいいかもしれないね。達彦とか。グローブとか買いたいな、新しいの。もうグローブボロボロだよ俺。もしよかったら誰かグローブ支援してください。本革のグローブ2万円ぐらいする。本革だったらへたれないから。もしよかったらあと皆さんフォローしてください。よろしくお願いします。タチュヒコも出たがってるね。タチュヒコはもっと有名にならないとダメ。タチュヒコはもっと有名にならないと。まだ実力不足、配信者として。まあ俺は応援するし、あのタチが本気でやる配信やるんだったらずっと応援するって言ってるよ。タチュヒコはまだもう選手としては申し分ないから、応援しないと。閲覧が伸びないとダメ。知名度上げてかないと。酒癖悪いんだ。62、いやいや、そんな体重はこだわんなくていいと思う。体もできてるし。それよりも技覚えな。構えと技とガードと。本当に通用しないから、喧嘩強いのが。ただ気持ちは絶対強いから、見た感じ喧嘩慣れもしてるだろうし、それは武器になるよ。まあドルさんに揉まれた方がいいよ。一回ボコボコにされてさ、本当にやってる人にもう涙出るぐらい。俺も泣いたもん。一回ボコボコにされた方がいいよ。そう、本当にシビアな世界なんだっていうのが分かるから。はい、ワード2。いや、でも、今日、なんか沖縄の方がやっぱ暑かったね。沖縄の方がくっそ暑くて、こっちは涼しいわと思ったよ。湿度が全然ないから、沖縄の方が暑かった。全然。温度だけじゃないんだよね、多分。特命さんワード2。札幌、そんな暑いんだ。やば。いや、あのね、まあ喧嘩は喧嘩なんだけど、リングに上がったら、そのなんつうんだろう、やっぱね、ロープがあるとかグローブつけるって全然違うんだよ。感覚が狂うっていうか、それやってみるとわかると思う。うん、そう、男と男がぶつかり合うっていう意味では喧嘩なんだけど、やっぱり技術なんで、技術も大事だし。スポーツなんだなっていうのを痛感するよ。うん。喧嘩強いやつが全然通用しなかったりするの。
それはだから俺とあれでしょ。俺なんか喧嘩したこともなくて、テルは喧嘩すごい強いわけじゃん。でも、その倒せなかったわけじゃん、テルは。判定までもつれたわけじゃん。まあ勝ちたかったけど。うん。だからそれがあれだよ。あの、練習したやつと練習してないやつ。だから俺がさ、練習しなかったテルなんか俺のことボコボコにできたんだよ。だからテルも練習しなかったら通用しなかったでしょ。殴り合いじゃないんだよ、ただの。うん。声援は全く聞こえないね。うん、俺の場合は。人によるけど。俺はわー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 騒音の中、もうテルしか見えてない。うん、もうなんか、もう集中してるから、もう全然わーって言ってるだけ。わどうって言われてもわーって聞こえてるだけ。そういうもんだよ、やっぱり。そりゃそうだよ。だってルールがないんだもん。ルールがないんだもん。極端な話、ナイフとかドスで人を刺せるわけだから。いや、プロじゃないよ、俺は。ただね、一応金取って試合には、金もらってる試合には出たことあるわけだから。プロの格闘家ではないけど、経験はしてるわけだからさ。だドルさんに言われたもん。この技術喧嘩に使うなよって。もうズブの素人ではないからって。プロでもなければ何でもないけど、もうズブの素人じゃないんだからこれは喧嘩で使っちゃダメだって。うん。もう技を覚えたんだからって。カナインいらっしゃい。そうそうそう。ストリートとスポーツを一緒にしちゃダメ。お互いルールがあってレフェリーがいて、あの、技術を磨き合ってやってるわけだから。帰ってきたよ。坂はね、たくみさんに預けてる。いや、見とくよ、見とくよ。でももう、ボコボコにやられるから。俺、クモン流のスパーも見たから。音楽流してるやつも全部見たから。それで言ってんのよ。まあ、間違いなくローキックで倒れるだろうね。ローでやられる。宣言しとくよ。ローで立てなくなる、あれは。特にドレさんのインローが入りやすいから。やってみるとわかるよ。やって一回痛い思いした方がいい。そっからスタートだから。ドレさんに挑むのは早すぎると思うよ。まあね、俺は全然余裕であんなおっさんって思ってると思うけど。パンチも全部きついよ。やってみたらわかるよ。アイワードツー。後ろに人なんかいないけど。何後ろに人って。人いないよ、後ろに。誰もいません。あ、やべえ！ハイターつけっぱなしだ。やばい。やばいやばいやばい。ボロボロになる。ちょ、待って。ハイターつけっぱなし。
しょ。いつ帰ってきた？え、昨日の昼間かな。昨日の昼。落ちた？何が？いやー、だいぶ落ちてるけど、まだシミになってるかな。もう一回つけた、うん。結構落ちてきたけど、ちょっと何回もやんないとダメかな。3回目かな、今吐いた。うん、痩せてる？俺？痩せてないと思うけどね。でも65キロまで絞らないといけないから相当だよね。結構きついよ。痩せたかな？むしろ太ったと思ってるけど。身長170かな。で、便所さんに65キロまで落とせって言われた。来年までに。そしたら対戦相手選べるから、要はもう選ぶ立場じゃないから、あの65まで落とすのが最低条件だ。13キロぐらい落とすのかな。13キロの減量がもう最低条件だね。顔、そうだね、汗はだいぶかいたから、うん、首につけてんのはネックレス。気に入ったね。捨て頃とか頑張ったからご褒美に高いやつつけた、これ。ブレスレットが6万。これが5、3、この2つで11万ぐらい。この2つで11万。こっちが6万で、こっちは4万かな。はい、心さんいらっしゃい。日焼けではしたよ、かなり。うん。かなり飯も食ってたし。だいぶ太ったと思うけど。サメの歯？うん、違う。これはシルバー。シルバージュエリー。これはタカ。こうパタパタするの。パタパタって。お羽がね、パタパタする。サメの歯はサメ島さんにプレゼント買ったね。すごいよ。だって、何万使った？多分、いくら使ったかな？旅行代全部、お土産とかも含めたら、38万だと思う。今2万、12万しか手元にないから、50万のうち38万使ったね。うん。38万。うん。ゴローズにみんな似てるって言うんだけど、ゴローズなのかな？ちょっと見てみるわ。みんなゴローズって言うんだよね。ゴローズのネックレスかな。もしかしたらその可能性あるね。うん、みんなゴローズって言うんだけど、提携してんのかもね。デザイン的にはゴローズじゃないっぽいな。違うんだね、多分。お、アリスはどっち？海外に行くお金は別に貯めてて、ステッカー代で海外行こうと思ってて、今回の旅配信でステッカーいくら売れたんだろう。ちょっと待って。
買えない。いくらぐらいすんの？でもこれ両方で11万ぐらいするよ、うん、東京帰ってきたよ、ボンチ君。今回の旅でステッカー代がこんくらい売れてるね。ちょっと待って、今計算しようか。4000円と4000円と1万円と1万円といくら、旅でいくら売れたんだろう、ステッカー。ありがとうね、みんなステッカー支援。ね、ちょっと待って。おい、サクったらいらっしゃい。ゴロズはもっと高いんだ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,22,000円です。 22,000円ご支援ですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 と10,000円。ありがとうございます。これとこれがステッカー 12,000円でしょ。ちょ待って、でここにアメリカ用のお金がこんだけある。アメリカ用のこれはステッカーでアメリカ行こうと思ってて貯めてるんだけど、まあ、こんくらいあるかな、うんうん、そうそうそう、これはあのアメリカに使おうと思ってます、うん、みんなありがとう。これ計算しないとね。カボールがめっちゃ高いんだ。へえ。俺あんまブランドとかで見ないかんな。気に入ったのだけ買うから。ちょっと待って。沖縄。ちょっと待って。沖縄。あれ？値段がずれてんな。なんだろう。1,2,3,000円でしょ？ 3,000 円。1,2,3,4,000円でしょ。あれ、こんだけ、あれ、俺が酔っ払って覚えてねえな。ステッカー誰が買ってくれたんだろう。え、ちょっと待って、ステッカー誰が買ったんだ。 1,2,3,4,5,6,7,7,000円で、でこれはわかる。 1,2,3,4,5、 あ、思い出した思い出した。あ、思い出した思い出した思い出した。キングハナハナさんだ。とカズさんだ。キングハナハナさん、カズさん、書いとこう。もコディ・アンダーソン、うん、アメリカ。そうだね、年末に行こうかなと思ってる。金たまり次第かな。金たまり次第って感じ。もうつけておかないと分かんなくなるね。モコはどつ札束だって。俺先月の給料80万だよ。あ、70万ぐらいか。ふわっちと全部足したら70万ぐらいかな。月収70万。もう少しで100万超えるね。モコはどつ、まあ、おかげさまでいい生活できるようになったよ。7,000円。あれ、1万7,000円だから 1,2,3,4,5,6,7,000円でしょ。 1,2,3,4,5,000円。合ってるね、合ってる合ってる。はい、ワドツーレンさん。で、どの日に行ったっけな。沖縄最後の夜、ディープスポット。これか。夜回り国際。4月の4日。ハートプレゼントありがとう。アメリカのどこに行くかはまだ決めてないけど、ラスベガス行きたいなと思ってるね。一応目標100万貯めていこうと思ってる。まあね、生活保護苦しかったけどね。レンさん、バーガーありがとう。いや、辛かったよ、正直。まあ、俺はね、年収1億目指してるから、そこまで這い上がりたいけど。2017年4月の4日か。4日。4日は何曜日？火曜日。火曜日。沖
今は境町だった。境、うん、キングハナハナさん、キングハナハナさんが2000円、カズさんが2000円で、合計いくら4000円だから16万1000円で、16万1000円で、次が2017年4月の6かな、5日か、5日、4月5日水曜日、沖縄と。国際通りで先っぽが。まあ、2000円まで貯まったのかな。17万2000円。あー、まあまあまあ、否定の人もいるし肯定の人もいっぱいいるね、うん、おい、ただいまーすず、お疲れ、マイスイートワード。そうそう、生活保護から抜け出したのね。今億万長者。いや、これは旅に、ステッカー代だけはアメリカの旅に使おうと思って貯めてるだけ。あとは全部使ってるよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12だから、52枚あればいいのか。52枚あるかな。あ、いいよ、アリス、コラボ。バンバン使ってるよ。沖縄だけで38万使ったもん。1週間で38万はやりすぎ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、52枚。オッケー、5万2000円。ってことはこっちに12枚ある。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。オッケー。1種類で何枚するの？相当吸ってるよ。1000枚以上吸ってる。うん。な、何？何のバッグ？アメリカ行くよ、今年。うん。アメリカの旅費だね、これは。よいしょ。オッケー。ああ、そうだったんだ。出費でかいよね。
ステッカー売り始めてどれくらい経つかな。3、4ヶ月ぐらいかな。うん。車の免許は今のところ考えてないかな。なんか必要性を感じてない、今のところは。うん。万能？そうかな。もうそろそろ次回作のステッカー来月あたりに作りたいけどね。はい、ワドツーののんちゃんいらっしゃい。沖縄で車乗れたらもっと快適だった。あ、まあそれはあるよね。今後旅配信続けてくんなら免許配信、まあ今金に余裕ないからもうちょい稼げるようになったら免許配信やるよ、うん、合宿行って2週間ぐらい取れるでしょ。ネックレス変えたね、うん、俺高光って名前だから鷹、鳥の鷹を買った。これかっこいいでしょ。まだまだ上行きたいね。まだまだ稼ぎたいし、まだまだ上行ってもっともっと多くの人に出会いたい。かっこいいでしょ。これ羽がパタパタすんのよ。でカスタムした。アクセサリー大好きだよ。こんな感じ。こうやってネックレスをかけてるとこう鳥さんが羽がこうパタッと閉じてる感じ。こうね、こういう感じ、うん、でこうつけると羽が開くっていう。いいでしょ。 こういう状態で売ってるのはいっぱいあるな。だからこれ羽が羽ばたくの。かわいいでしょ。そう、羽ばたくの。全部シルバーでできてる、うん、いいでしょ。ディティールもすごい綺麗に。これは大人買いしたかな、うん、めっちゃ可愛いでしょ。かっこいいよね。これはかなり気に入ってるかな。かなり気に入ってるね。いい感じ。素敵、ありがとう。俺も気に入ってる。名前にちなんで高光だから鳥の鷹をイメージ。これ買ったかな、うん、あとブレスレットね。沖縄で買ったな、ブレスレット。クロムハーツを買ったことがないからわかんないかな。まあ、シルバーはすごい好きなの、前からシルバー集めてて、まあ、最近買えてなかったけどようやく買えるようになったよね、うん、ようやく好きなもん買えるようになった。アートネイチャー配信か。もうどうだろうね。生えてくんのかな。生えるんだったらやってみたいけど。生えてこないんじゃないの。もう手遅れですって言われたらアウトだからな。なんでめっちゃしんどいの、ロミオ。ライズアップっていうか、俺だって20キロとか痩せたり普通にやってるもん、配信で。ライズアップとか必要ないもん。タバコやめなさいよ。
吸いたかったの。吸いすぎると吐きたくなるよね。頭クラクラするし。気をつけな。タバコの吸いすぎ良くないよ。やめ、まあ、吸っててまずいんだったらね。ダイエットは、だって俺別に走ったりするのも好きだし、食事別に取らなくても全然平気な人だから。うん、そうだよ。ハゲでもデブでもかっこいい人いっぱいいる。そう。かっこよく見えたいって思うのが、ちょっとダサいよね。自然体でいいんだよ。自然体で全然いい。何も、ね。痩せてるだけがかっこいいじゃないから。赤と黒かっこいいでしょ。かっこいいでしょ。和田さんかっこいい。愛ちゃんありがとう。ニルバーナ。なんだっけ。タラタタタタタタ。We are now entertainers。ブラッドアルバイノ。モスキートマレベドか。なんだっけ。タラタタタラタタタラタ。ダラダラダララダララ Here we are now Entertainers I'm a rattle I'm a rhino I'm a mosquito My rabbit Yeah M ステ？いいよ。ちょっと待ってね。うん、こんなんでしょ。Thank you.
はい、リヒトいらっしゃい。ライブはいつかやりたいなぁと思ってるけど、今練習中だね。うん、ああ落ち着く？これ昔作った自分の曲だね。できなくなってたね。練習しないとね。ありがとう、かっこいいって言ってくれて。全然いいよ、全然いいよ。コリン星ありがとう。全然コメント止まってないよ。みんな無料アイテムあったら投げて。無料アイテム余ってたら投げてください。お願いします。全然平気だよ。気にしないで。ムームー、アリスにプレゼントしようか。じゃあ今度コラボした時に渡すよ、うん、ムームーもう届いてるかな。いいよ、ムームー一着プレゼントするよ。ただ荷物全部届くから、そしたらどれか選んでよ、うん。まあ、全員が全員にあげられるわけじゃないけど、アリスは花火投げてくれてるから。いいよ、アリスは。アリスは普段よくしてくれてるから。うん。来てくれると嬉しいかな。なんか和道から沖縄プレゼントっていう枠少しやって、たまね、一回でもいいから配信で来てくれたら嬉しいかも。ムームー一着じゃ約束するよ。配信でやる？オッケーオッケー。
和道からのプレゼントってやってよ、うん、誇らしい。よかったよかった。七瀬さん、風船ありがとう。ありがとうね。ありがとう。風船ありがとう。いいね、バーガープレゼントありがとう。まこやんありがとう。解放は明日会うよ。ただコラボするかどうかわかんないけど、明日ほら俺の音楽作ってくれてるレクチがライブあるの。だからあのよかったらアリスも行く。あの俺の音楽作ってくれてる2000円プラスワンドリンクで立川でやるけど、もし暇だったら一緒に行かない？ミュールとタクミさんと解放と俺で会うから、うん、明日ライブあるよ。ラウド系のバンドだね。スリップノットみたいな、うん、風船50個ありがとう。それはでも配信回さないけどね、プライベートで応援しに行く感じ。もし暇だったら一緒に行こう。スカレットハートありがとう。バーガーありがとう。レイさん、風船50個ありがとう。スカレット風船5個ありがとう。 Thank you。あ、海行くんだ。きついね。ちょっとね。明日の夜だね。明日の夜、立川集合。寝てるか。アイテムありがとう。爆睡だろうね。まあまあいいよ。また空いてる時にコラボしようぜ。なんかアリスのコラボ見たいって言ってたから。眠いよね。麻婆豆腐、あ、美味しかったよ。ランチョンミート、ヤスさんバーガーありがとう。こんばんは、ヤスさんバーガーありがとう。 Thank you。1時間経過したんでアイテムタイムが入ります。アイテムくれる人はアイテムお願いします。1時間経過しました。アイテムタイムです。アイテムくれる人はお願い。あれ、ちょっと待ってね。はじめまして、のっちさんありがとう。もしよかったらフォローしてね。やすさんバーガー5個ありがとう。バーガーザイス、バーガーありがとう。ありがとう。
これを作ってんのがレクチ君だね。レンさん、ハート3個ありがとう。1週間に1回アイテムタイムやってます。よろしくお願いします。レンさん、バーガー3個ありがとう。ありがとうございます。のっち、もしよかったらフォローしてね。よろしく。レンさん、ハート30個ありがとう。花火ありがとう。アリス、花火ありがとう。ありがとう。花火ありがとうございます。アリスさんから、じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ。マコヤンバーガー5個ありがとう。ナツさん、バーガー10個ありがとう。Thank you。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもワドを可愛がってくれて、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん今後とも和道の配信をよろしくお願いします。ラビー、ハート5個ありがとう。ラビー、ありがとう。いらっしゃい。みんなありがとうね。 Thank you。 ありがとう。風船100個、風船100個ありがとう。ありがとう。みんなアイテムありがとう。じゃあ、雑談やります。月収100万いくんじゃねえのこれ、東京には行くけど、和道さんのおすすめ。俺のおすすめはね、おすすめのラーメンね。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待ってね。これです。もつつけ麺ラーメンです。新宿辰野屋ね。新宿。ここはここでしか食えない店舗限定のラーメンだから、ぜひ食べてみて。新宿辰野屋もつつけ麺ラーメン。で、締めがあるから、ラーメン食べ終わった後は店員さんに締め出してもらってください。みんなね、締めを忘れて帰っちゃうから、もつつけ麺ラーメンです。よろしく。新宿辰野屋、焦がしたニンニクベースの焦がしニンニクと焼きカリカリに焼いたもつ、それのつけ麺、これは絶対食べないとダメだね。新宿店しか出してないから、俺はここ、俺のおすすめは断然ここ。あと、リアトツしてほしいかもね。リアトツ100人目。あ、ちょっとごめんね。待って。リアトツは100人。ナンバーシャープ100の人をお待ちしてます。まだ99人しかないんで、ぜひリアトツしてください。お待ちしてます。東京行ったら食いに来て。バカ、ここありがとう。まあ、辛いの好きは蒙古タンメン中本ね。わかるわかる。初見さんいらっしゃい。マオウタさん、初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてください。コメントありがとう。Thank you。
山口県、日本全国回るよ。日本全国回るから楽しみにしといて。バーガー5個ありがとう。ネックレスこれ？あ、URL 来た。うん、URL ちょうだい。うん、Thank you。それじゃないでしょ、全然。全然違う。全然違う。全然違う。俺の羽がパタパタするから、全然違うよ。全然違う。羽が動くの、ほら。羽ばたくの。わかる？それ気に入って買ったんだもん。羽がパタパタ動くの。鹿児島にも行くよ。うん。そうそうそう。仕事がいっぱい来てるから。なかなかね。そう、パタパタすんの。それが気に入って。普段の鳥だったら買わなかった。普通の鳥だったら買わなかった、俺は。解放お疲れ。お帰り。ここが、そう、ネックレスを引っ掛けた時に、羽が閉じるのがかっこいいんだよ。それで選んで買ったの。こういう感じ。かっこいいでしょ。かっこよくない？これがかっこいい。飛ぶんだよ。ギミックがいいよね。いいでしょ、うん、そう。かっこいいよね。俺も結構これはやばいなと思って、こんなん見たことねえわ。すげえ気に入った。いぶし加工だろうね、多分ね。シルバーのゴールドは多分値段的に使われてないと思う。トップ金なんだけど、多分ね、真鍮だと思う、これは、うん。そうそう、羽ばたくっていうのも意味も込めて、ちょっと自分に投資した。ネックレスこっちとセットで。これはちょっと爪っぽくなってる感じかな。ジャラジャラ系ね。爪っぽい。竜の爪っぽくて。鈴もあったんだけど、鈴はね、すごいいい音色でキーンってなるんだけど、配信中音うるさいかなと思って爪にした、うん、かっこいいでしょ。時計は一個だけ欲しい時計があって、それは100万ぐらいするんだよ。ライジングサンっていう時計なんだけど、日本に100本しかないの。日本限定で100本しかなくて、ライジングサンっていうのは手に入れようと思って、それだけでいいかな。ガキの頃成功したらつけようと思ってて。うん、金メッキ加工かな。まあ結構いい値段だったけど、金で作るのは難しいかな。メッキ加工だろうね。首の部分が金なの。頭の部分が。すごいオシャレだ。時計は、まあ誰かにプレゼントされたらもらおうかな。俺はライジング3が欲しい。ライジング3。うん、ライジング3が欲しい。やっほー、ポテチいらっしゃい。花火ありがとう。ライジング花火ありがとう。解放、解放ありがとう。おい、あや、おかえり。おかえりじゃない、ただいま。あやいらっしゃい。楽しんでて、あや。沖縄配信全然来なかったね、あやね。忙しかった。沖縄最高だったよ。ライジングサンって日が昇るって意味だよね。チョコボールさんいらっしゃい。楽しんでて。おい、しんちゃんお久しぶり。いらっしゃい。楽しんでってください。
帰ってきたね。もし初見さんフォローしてなかったらフォローしてね。よろしくね。自宅だよここは。俺のアジト。俺のアジト。そうそうそう、フランクミューラーライジングさん。そう、かっこいいでしょ。の革の安いモデルが欲しいの。本革の方、あの鉄の方じゃない、高い方のモデルじゃない、安い方のモデルが欲しい。次はね、大阪かな、香川さんのお店で一日店長する約束だから、お金貯めて旅費を貯めて香川さんのところ、もう38万ぐらい使っちゃったから、うん、ちょっと金欠ですね。一昨日花火10発、花火2発、今日も花火2発アイテムいっぱいもらった。すごいね、ともさん。やるじゃん。北海道はその後かな。北海道はその後。で、北海道は1ヶ月ぐらい長めに滞在する予定。リスナーさんがすっげー多いから。北海道はかなり長くなると思ってください。まあ、つまんなかったら2週間ぐらいで帰るけど、もう家も用意してくれてるし、一緒に授業をやってくれてる、やろうって言ってくれてる人もいるから、北海道は社長さんもいっぱい知り合いだし、北海道長くなると思うよ。楽しみにしてて。俺も吸いすぎだな。北海道リスナーさん多いんだよ。絶対行かなきゃっていうところだよね。タイミング合えばっていうか、必ずリアトしてあのリアトツの旅って1万人リアトツの旅やってるから、今99人、一万人、うん、札幌だろうね。必ずリアとしてみんなに会いに行く旅だから。ここは6万円だね、うん、人生楽しんでるよ。最高の人生だよ。あやなんかさ、昔俺が生活保護とかさ、アルバイトやってる時はずっと見てるもんね。でも昔から言ってたでしょ、俺配信で絶対成功してやるって。俺は約束は守るから、絶対億万長者になるから。配信で約束は守る。自分に課した約束は破っちゃいけない。みんなが無理って言っても自分だけはできるって言わないと。自分を裏切ったら終わりだからさ。自分の約束は守る。はい、夏野菜アイテムありがとう。基本土日休みなんで、土日以外。オッケーオッケー、土日滞在するから。うん。風船ありがとう、龍鳳デスマス。俺昔からもうみんなに、それこそ今1億円って言ったらみんなに無理だよって言われてるけど、生活保護の頃に配信で飯を食うって言ったの。で、ふわっち来てからもうずっと稼いでるのよ。ふわっち来てからいくらぐらい稼いでんだろうな。なのにあいつらどこ行ったんだよって。配信で飯食うっつったら 99% 無理だっつったのにさ、どこ行ったんだろうなあいつら。しんちゃんハートありがとう。そう、今億万長者目指してる。10年以内に配信で億万長者になるって。で、目先の目標は100万円。先月80万円だったから、今月は100万円狙ってマンスリー10位以内に入るって約束してる。夢は叶うんだよ。夢から逃げるのは自分なんだよ。
そう、俺は叶える側の人間になりたいのね、夢を。夢を裏切りたくない、過去の自分の夢を裏切りたくないの。もう叶うまで粘る、叶うまで絶対やめないっていう。ありがとうしんちゃん、これから一緒に伝説作ろう、一緒に伝説作ろうぜ。テロップが美味しそうって何？ああ、おすすめのね。だから東京に来たらおすすめのラーメンあるって。ふわっちでの収入が50万を超えて、YouTube の広告収入と個人的な振り込みと、あとステッカー販売と、あと何がある？ T シャツとかの販売。ディスコメ、ブロックの基準は、プロフィールに書いてあるんだけど、俺の目指してる配信スタイルっていうのがあって、無礼な態度や発言はブロック。要は、お前さ、とか、何々やれよ、とか、クズだな、とか、いきなり言われても、知らない人にそんなこと言われる筋合いないから、そういう無礼な人はもう即ブロック。で、あとは人格規定ね。反対意見は受け入れるの。俺はこう思うよ、とか。だけど、ただ、こいつは犯罪者だとか、こいつは気持ち悪いとか、人格否定したら何も始まらないから、それもブロック。あとは、売名行為と弾幕ね。荒らし行為はブロック。この3つです。よく読んどいてください。タイさん、こんばんは。はい、カニパン、風船ありがとう。ディスって言っても、なんか何にも生まれない人間関係とか意味ないと思ってるから、別に嫌いな奴は俺の放送を見なくてもいいと思ってんだよ。どうなってるかわかんないね。盛り上がってるといいけど。10年後の配信業ね。最近ね、稼げる人増えてきたから盛り上げていきたいね。最前線に立って。反対意見は受け付けるよ。ワド、俺はこう思うんだけど、ワドどう思うって。あ、考え方違うんだねって。そういうのは議論は全然するから、俺は。うん、まあ嫌いなのに見るのは意味が分かんないよね。お互いストレスになるし、うん、売名は確かに和道さんに迷惑かける。いや違うんだよ、コメント欄塞がっちゃうし、別にだったらコラボしようって言ってくれたら誰でもコラボするタイプだから、その方がリスナーさんのためになるじゃん。誰々が今神回だぞっていうコメント流れて見に行ったら神回でも何でもなかったら、そいつが損するんだよ。そういう売名の仕方は良くないと思ってて、リスナーさんがそれ見たらもう二度と行かないと思うわけじゃん。うん。夢を諦める人と叶える人っているじゃん。叶える側になりたい。夢を諦めて、例えば子供に夢なんて諦めろって、公務員になれとか言いたくないの。子供が夢を見たとき。初見さんいらっしゃい。だから、その夢は叶うよって子供に堂々と言える大人になりたい。うん。その代わり努力が必要だよって。うん。チャンネル剥奪されそうなんだ。だいぶいろんな夢を叶えてもらったよ、ふわっちでは。配信で食っていけるようになったのもふわっちだし。そう。一緒に叶えよう、アッコ。バーガー3個ありがとう。YouTube 登録してんな、麦ちゃん。ありがとう。そう。子供の純粋な夢を壊す大人になりたくないの。大人は本気で言うから。現実見ろって。違うんだよ。現実見ろって言ってるやつは現実から逃げたやつなんだよ。夢から逃げたやつなの。俺はそんな大人になりたくない。
現実を見るんじゃなくて夢を叶えろって言いたい。それが俺の生き方。子供に嘘をつくっていうか、子供になんかそういう大人になりたくないと思ってこんな生き方になっちゃった。じゃあ誰でも叶える力はあるんだよ。みんな諦めてくの。仮面ライダーになりたいって言って、そんな無理だよっていうバカな大人に騙されるの。仮面ライダーで主役をやってるやつは仮面ライダーになるっつってなったんだよ。ウルトラマンもそうだし、漫画家になるとかいろいろあるの。可能性を潰す大人がいっぱいいるの。ラッキーセブン、解放風船7個ありがとう。夢は叶うんだよ、誰でも。懐かしいね。去年じゃない、一昨年だよ、それは。多分一昨年。でも、夢を叶えないのが癖がつくと、自分の価値観で生きてるから、みんな。夢なんて叶わないよって。そんなことよりもちゃんとアルバイトしなとか言っちゃうのよ。うん、それは言いたくないのね。やりたくないことで働いて金を稼ぐっていうのは惨めなことだと俺は思ってるから。みんな夢が あるんだよ。そう、やりたいことで仕事をやる方がパフォーマンスが上がるんだよ。そうだね、チャンマンみたいになりたいね。チャンマンきっかけで俺はこの世界入ったから。チャンマンが今でも俺の中ではキラキラしてるかっこいい大人だから、早くチャンマンみたいにならないと。ワード、お前はよ、俺みてえになりてえのかよ。ああ、みんなよ、おいちゃんみてえになりてえってよ。おい、応援してやれよ、ケビー。で、ちゃんまんは今、画面の向こうで言ってる。ちゃんまんはロム線だけど、心の中ではそう言ってる。うん、先生、できますよ、ういっす。モノマネとかでわかんないですけど、できます、ういっす。サンジャーさん、ありがとうございます。いいっすね、コメントいいっすね、あったかいっす、ういっす。伝説のサキさん、ありがとう、風船。いいっす。ヒカルくん、ああ、ウイスキー飲んでベロベロだったんだ。風船100個ありがとう。うん、ヒカルくんが一番似てるかもね。ヒカルくんは似てるって言われる。タムちゃん美人で、俺は会ったことあるけど、すごいセクシーだよ。あ、そうなんだ。花見投げてさ。我が10個ありがとう。ハート30個ありがとう。いやー、ありがたいよ。1円でも価値をつけてくれてんだよ。1円でも価値をつけてくれてんだよ。うん。1人1万人見、だいたい1日で1万人見るんだよ。風船ね、1人2個投げてくれたら俺1万円の収入になるんだよ。だからみんなガンガン投げて。ガンガンアイテム投げてください。タムちゃん可愛いよ、やりまんだけど。解放も可愛いよ。うなちゃんも200万ぐらい稼いでんじゃないの。1ヶ月、2、300万ぐらい稼いでるでしょ。佐野ルンペン、佐野さん39個ありがとう。ルンペンっていいね、誰かが言ってたね。多分テルチャンピンだろうね。フォローまだの人はフォローぜひしてください。今日の夜リスナープレゼント枠やろうか。リスナープレゼント枠やろう。ビットキャッシュで買えるかな。ちょっと待って、
ビットキャッシュね。ハート7個ありがとう。アイテム。会計はね、ちょっと待って。ビットキャッシュ。支払いは。ビットキャッシュ使える。20万円までだって。パルチさん使えるよ。パソコンで買うときは20万円までビットキャッシュ使えるって書いてあった。パソコンでもしよかったら買ってください。ビットキャッシュ対応してるのはいいね。あや、ハート5個ありがとう。200円買える買える。全然買える。余裕。パルチ余裕。200円のアイテムだと、風船かな？風船とかバーガーとか。欲しいアイテム。200円。ハート5個セットがいいんだ。ハート5個セットが120円で売ってるから。うん。ハートがいいんじゃないの？バーガー、風船、ハート。この3つ選べる。アスメロタン、こんにちは。アスメロ、こんにちは。風船ありがとう。あゆえおさん、風船ありがとう。いやー、鼻がひどいね。花火より上のアイテムはね、限定アイテムって言って季節モードで出てるよ。3ヶ月に1回とか。だいたい買いだめしてるね。うん。セッター行ってらっしゃい。うん。そうそう、ありがとう。行ってら。風。いや、だってさ、100、だってお金持ちもいればさ、貧乏な人もいるのよ。でも俺は言ってんのは、なるべく面白かったらアイテム投げてくれって。今のご時世、ガキでも100円とか1000円持ってんだよ。で、やっぱもらったらやりがいが出るから、うん。俺も本気で配信やってるから、そう。やっぱ対価はもらいたいって言ってるね。だってさ、コメントするのもフォローするのも見るのも全部応援なんだよ。でも値段をつけてほしいの。1円でもいいから。だってただで聞くっていうのはさ、失礼だもん。やっぱり。うん。一発1000円だよ、花火。俺に500円入る。そうだね、ぐっすり寝れたから体調は少し良くなったね。あ、ほんとに？ニコニコのあまりあった。うん、ぶん投げてくれ。いい、よかったよかった。パルッチ、でもやっぱりお金とか値段っていうのはリスクを。ありがとう。風船10個ありがとう。パルッチ、黒と赤と白以外身につけてない。ゴールドは1個身につけてるけど、金色はね、なるべく赤黒白っていうのが自分のコーディネートっていうか、ブランディング。そう、街で見かけてもすぐ分かるようにしてる。あの髪はどうだって。絶対こんな髪型いないじゃん。こんな真っ黒なやつ絶対いないでしょ。すぐ分かるように遠くから見ても。だから同じ T シャツ20着持ってんの、これ。それはもうパッと見て分かるように。誰が見ても分かるように気をつけてるね。ブランディングです。壁赤、髪赤は。そうだね、今までは金なかったからできないけど、もうこれは定番にしてくね。髪、うん、赤黒ね。タバコはね、アメリカンスピリットのメンソールライト、これアメスピのメンソールライト。美味しいね。あと何より味が好き。数時間長いよね。それも添加物が入ってないからの。
本当は増粘剤って言って燃えやすい紙が入ってんのよ。それを入れてないの。本当のタバコだけ。タバコやめんの？俺はタバコは体にいいと思ってるから吸ってるけど。高いよ。アメスピア高いよ。一番高いタバコ。コンビニで売ってるタバコでは一番高いね。でも吸いたいもんも吸いたいし、値段じゃないんだよそこは。あ、マイケル・ジャクソンも黒好きだったんだ。お、ユスさんいらっしゃい。沖縄から戻ったよ。うん、どうも。今新宿。うん、ピース売ってないんだ今。へえ。缶ピースとかかな。缶ピースはうまいって言うのよ。余裕ではないよ。やっぱり必死に稼いでるよ。先月の月収が80万かな、うん、バイオレットね、渋かったよね。ふわっちの収入が50万円で、先月は。で、今月100万目指してる感じかな。あの箱いいね。箱じゃないよ。くしゃくしゃってなるタイプのタバコだった。で、今引っ越しを考えてる。もうちょい収入が増えてきたら。部屋の換気とかあんましてないね。みんなよ、もしよかったらフォローしてね。よろしくお願いします。全部吸った。あ、パンク好きなんだ。前バーやってたよ。今はやってない。もしよかったらみんなフォローしてね。ふわっち。よろしく。パンク好きなんだ。いいね。俺もパンク好きだよ。キャスマンの店長、パンク好きなの知らなかったな。生活保護もらってたよ。もう今年に入ってからは生活保護じゃないから、7ヶ月ぐらい生活保護じゃないのかな、うん、配信で食っていく夢が叶ったから生活保護は抜けた。もういいやと思って。詐欺師時代ってなんか勘違いしてるけど、みんな600万円俺がばあさん騙したと思ってるでしょ。俺がなんかを600万円って言って受け取って俺が使い込んだと思ってるけど、全然話違うかんね。なんか友達の会社に手伝ってって言われて、手伝って600万円預かって、で1時間ぐらい持ってて、それを預けたの誰かに、その売上と書類全部渡したの。それが思いっきり詐欺の金だった。だから俺1円も取ってないよ。今オープンだし、香川さんもコロコロ気が変わるタイプだし、乗って乗ってる。早めに大阪行ってほしい。いや、大阪行く旅費がないんだよ今。あー、手伝って手伝って。まあ女性に困ったりはしてないかな。ていうか女性をそういう道具みたいに思うの嫌だし、好きな人とお付き合いしてるだけだから。アウトローじゃないけどね。喧嘩もしたことないし、不良っぽいことやってないけど、なんでなんだろう。うん。アイテムだけで50万円で、振り込み、個人的な振り込みと、YouTube の広告費と、あと T シャツ販売と、あとステッカー販売。だから5個の柱だね。で、全部合わせて80万ぐらい。喧嘩なんかしたことない、俺。いや、違う、50万稼いだうちの、ステッカー代とか全部手つけてないのね。38万使っちゃった、沖縄で。もう金がない。どない散らしてたっていうか、だって喧嘩売られるんだもん。外食が多いかな。うん。もう自炊好きだよ。もう今月はもう生活費あと3万ぐらいしかないから、ずっと自炊だね。うん。ニコ生3年やってたからね、一番長いから。
ニコ生生まれふわっち育ち。だからステッカー代はここにあるんだけど、ステッカーのお金は一切手つけてないから、ほらステッカーのお金手つけてないよ、ちゃんと取っといてるよね、全部これはアメリカ行く時の金にしようと思ってるから、せっかくいただいたから。配信めんどくさくないかな、楽しいからやってる、楽しくなかったらやめるもん。そうだねかなり金使っちゃったよ。でもまあね、初めてこうやってなんつうんだろう、家族旅行とか連れてってもらってたけど、初めてこのバカンスって感じだから、豪遊したかったから、仲間と一緒に行く初めてのね旅旅行だったから、今回旅行って感じだったね。羽伸ばした。まあね、やっぱ稼いだら使わないと今の方が魅力ある。ありがとう。貯金はない、全然貯金はあんましない、稼いだら使う。そうだね、ご褒美やん旅行だね、捨て頃と50万稼いだ記念に。そう、俺新宿パルッチ、新宿です。沖縄楽しかったね、最高だったね。いや本当にない、俺は嘘つかないから、だから今見せたのしかないよ。これアメリカ行くお金だから、これはあの捨て頃に出たりとか月収50万超えた記念になんか手元に残るアイテム欲しいと思ったの、ちょっと背伸びしてても。でこれとこれは一目惚れで、あこれにしようと思って、2つで11万かな、2つで11万だったけど、身につけてなんかそのご褒美が欲しいと思ったから、稼いだといろいろ迷ったけどこの2つにした、このネックレスとブレスレット、上野動物公園、俺も障害者手帳持ってるからただだけど、動物園の中通報入るから無理だと思うよ。高かったね結構、でもやっぱ身につけるご褒美が欲しかったんだよね、形に残したかったんですよ。すげえ苦労したから、4年かかったからここまで来るのに、だから4年間の集大成、これは一生の思い出。こっちが4万かな、こっちが4万、こっちが6万で、消費税ちょいちょいなんだかんだ入れて、これから伸びる配信、配信者どうだろうな、あんまりね伸びるとか伸びないとか興味ないんだよ、面白ければいいじゃんっていう、なんか別に有名になりたくて配信やってるとか、消えてく人も5万といるから、もうなんかどうでもいい、自分がちゃんとやらないといけないっていうか、人のことはあんまり気にしなくていいんだよね、俺が何をやるかじゃん大事なのは、人と比べて配信やってないしさ、俺障害者だよ。他の配信者まあ好きな人は好きだけど、あんまり配信は見ないかも、うなちゃんマンとかすごい好きだけどね、普通にファンとして見てるね、ちゃんマンは。あとドレさんとか、この2人ぐらいかな、ちゃんと見てるっていうの、ファンとして見てるのは。人と比べても何にもなんないよ、自分がライバルでしょ。風船50個あるかと、パルッチ影響されるってことは自分を持ってないってことだから、アスペルガー症候群だね。他人に影響されるってことは自分を持ってないってことだから、あんまり俺は俺だし誰かの真似をしてもダメなんだよね。おいルイよ、お前よ、なあ
アイテム投げてから言えよバカ野郎。ブロックでーす。俺アスペだね。うん。旅はちょっとちょいまあ休ませて風邪治すために戻ってきたから。イタリア人いらっしゃい。うなちゃんマンもふわっちやってるよ。もう長いよ。ロアカさん元気元気。元気だよ。ニコ生からフワチン、ああまあキャスからもいっぱいいるし、うん、あゆっさんありがとう、そう言ってもらえると嬉しいよ。だ結構なんか配信者っぽくない配信者かもね、俺は。あんまり影響されないけど、別にどうもならない先天性だから、うん、あランドセル、これは俺のマイバッグだね、うん、一緒あの職人さんに手作りで作ってもらった一点物で、俺のバッグですよ。ランドセルじゃなくて俺のカバン。20年間使えるって言われてる一生もののバッグね、うん、かっこいいでしょ。これ6万ぐらいかな、うん、かわいいでしょ。ランドセルないよ、ビジネスバッグね、うん、これで旅をこうやってしたいね。かっこいいでしょ。本革製。そうそうそう。形はレトロ。昔のバッグね。大正時代からある昔からの革のバッグよ。渋い色になるだろうね。ちゃんとメンテナンスしておけばね。これは30年40年って永遠と使えるって言われてるから、職人さん、日本の職人さんが手作りで、もう老舗だよ。30年40年やってる店だから。赤と黒の、そうそう、全部赤黒白なの。これも本革で、赤と革ジャンとかも着てる。あ、革ジャン合わせてみようか、髪型パンクになったから。ちょっと革ジャン着ていい？羽織ってみようか。あ、なになに、6万かな、6万。今のファッションこんな感じだね。冬場はこんな感じ。冬場はこんな感じだよ、俺は。冬、あれ？ごめんごめん、うるさかったね。ごめんね、マイク落ちてたわ。冬のスタイルはだいたいこんな感じ。あと、メガネを、あの、普通の黒縁に変えるけど。ミンクオイルだね、俺は使ってんのは。ミンクオイル。もう切れちゃったから欲しい、新しいの。ミンクオイルね。俺は、だいたいこの革ジャン着てんの俺だけだから。うん。だから、街でもすぐわかるでしょ。あ、ワドいたって。うん。あ、このファッションやってたら声かけて。もう絶対俺だから。絶対俺だから。いや、ウルトラマンの隊員とか仮面ライダーってよく言われる。うん。丸メガネ似合わないから黒縁のメガネにする、うん、変える。やっとやりたいファッションができてきたよ、うん、すげえバカにされんね、仮面ライダーかよっつって、うん、だパンクファッションだね。こうバムフラップって言って、これケツ当てって言うんだけど、これもつけてる、うん、そうパンクファッションね。
川ちゃんのブランドはジムズインだね。ジムズイン、ジムズインです。パンクのブランドね。ワドのために曲、嘘、イタリアじゃん、聞きたいんだけど。 URL ある、うん、URL ちょうだい。666はこれ、これは666、これはこれは666のアイテムね。こうブレスレットは、うん、あ、カウパーなんだ。はいはいはい、うん、曲聴きたいんだけどどうすればいい。マスタリングしたら、あ、ありがとう、サンキュー。キュウリとかトマトは収入にはならないけど、あの、欲しい。無料アイテムはちょうだい。延長チケットがタダで入るから、延長チケット1回50円かかってるから、まあ、50円分タダになると思って。熊野さん、俺も楽しかったよ。来てくれてありがとう。フォローまだの人はフォローしてください。よろしく。革ジャンね、まあまあ、いろんなの買ってこうと思ってるけど。うん、これはそんな高い革じゃない、1万2万ぐらいかな。パンクのバンドやってました。パンクじゃなくてミクスチャーだったね。ミクスチャーバンドだったけど、これはパンクスタイルだった。昔はあの、なんて言えばいいのかな、パンクファッションなんだけど、昔の写真見る？17歳の頃とか。昔の写真見せようか。どんな感じだったか。ケーキはね、誕生日の日にしか送れないの。だから誕生日の日、バースデープレゼントだから、バースデー限定。俺もう5月誕生日だから、あれは俺に送れないよ。誕生日の日限定だから、あれは。あれも半分入るのかな、俺に。まあ基本的に買ったアイテム、花火とか半分入ると思ってればいいかもしれない。写真見る？ちょっと待って。17歳の頃の、パンクやってた頃の写真あるから、見せるよ。ちょっと待ってね。こんな感じだったね。昔は。これが17歳の頃、17歳の頃だね。懐かしいわ。北斗の拳の残党っていうあだ名だったね。北斗の拳の残党っていうあだ名。ここは調査でいいぜっつって、ヒーハーっつって、ケンシロウ。これでドラム叩いてた。ドラム配信最近やってないね。ドラム配信。ダイエスプレーじゃなくてケープだね。ケープが一番いいの。あの髪型作るのにケープ、あの髪型2回やったらケープ1本なくなる、うん、ドラムはすごい汗かくね、うん、最近叩いてないけど、バンドはやってないけど、明日ライブ見に行くかな。俺の曲作ってるレクチが、あのライブあるから、リスナーさんと一緒に見に行く。ドラムはね、実はね、一番汗かいちゃいけない楽器なんだよ、うん、
一番体力温存しないといけない楽器の。だから下手な人が体力使うの。実は一番汗かかないのが上手い人の万能の中で。力を抜いてスナップで打つのね。パワーいらないんだよ。ストロークで打つの。ストロークで。ありがとうパルチ、風船30個ありがとう。うん、頑張るよ。ありがとう。いまだにやってんの？いいね。おっさんかな？おっさんバンドいいよ。おっさんバンド好きだよ俺。フィル・コリンズのドラム、フィル・コリンズわかんないな、うん、でもだいぶやってないけどね。ドラム配信見たかったら予約するよ。ドラム、ドラム配信見たい？今度やってあげようか。ドラム配信も昔よくやってたんだけど最近やってないね。全然やらなくなったね。カメラ欲しいよ。でもお金使いすぎてもう今月使えるお金なくなっちゃった。38万も使って、マジであと3万ぐらいで生活しないと。ドラム今度やろうか。じゃあ、うん、ドラム過去の動画でよかったらあるけど見る？ドラム、ドラム配信、ちょっと待って、ドラム、ドラム、ドラム、どこだ。多分ねスロット配信の前にやってるから、ちょっと待って、今キャプるよ。待ってね、旅の写真とかね、一眼レフとか支援欲しいね。うん、一眼レフとかビデオカメラとか。俺映画作るのが夢なんだよ、最終的な。映画監督になりたくて。それは絶対やらないといけないから、機材も相当揃えないとね。頑張るわ。ちょっと待って、結構前の配信だから、ドラム残ってっかな。ドラム配信、ドラム配信、ちょっと待ってね。ドラム、ドラム、ドラム。まあ重装備になるのはしょうがないよね、仕事だから。空港で重さ測ったら13キロの荷物背負ってたよ。やばくない？13キロの荷物背負って毎日歩いてるんだよ。大阪でやってるんだ。いいね。あったあった。ちょっと待って、今キャプるから。罰ゲーム？もうほんとそのレベルだよ。仕事だからね。仕事だからしょうがないけど。ここは行きつけのスタジオだね。ドラム配信、じゃあ今からキャプります。音大丈夫かな？下手だよ俺。こんな感じか。これがね、何ヶ月前だろう。
これ1月だね。半年前。新月ね、OK。URL ちょうだい。こんな感じです。ドラムや叩いてるときは、いいでしょ。たまには音楽もやりたいね、またね。いやーでも下手になってる、だいぶ。だいぶ下手になってる。オッケー、イタリア人待ってるよ。オッケー、オッケー。フィルインの時にちょっともたるのが嫌だな。モヒカンのレザーの写真見たい？見たい？なんだよ。ちょっと待って。ロアコさん放送してた。高野豆腐さんいらっしゃい。おっと。ツイッターにあげるかじゃ。今度ツイッターにあげとくよ。17歳の頃ね。聞けるかな？ちょっと聞いてみよう。イタリア人が作ってくれた曲。うん。ヒージャーいらっしゃい。お疲れ。イタリア人が作ってくれた曲、今ダウンロードしてるから待って。ダウンロード中です。2時間経過したんで、もしよかったらアイテムください。アイテムお願いします。アイテムお願いします。うん。OK、ツイッターに後で配信終わったらあげとくから。青木さん、待っててね。バーガープレゼントありがとう。クマロウさんバーガーありがとう。じゃあ今、流します。ハッチーバーガー3個ありがとう。解放バーガーありがとう。アイテムありがとう。じゃあ、
イタリア人が作ってくれた俺のテーマソングでいいのかな。流します。バカ10個ありがとう。かっけえな。やべえ、かっこいいじゃん。ルンベンさんの風船ありがとう。超かっこいいんだけど。カカいらっしゃい。ゆかさんありがとう。これは何？放送で使っていいの？著作権とかどうすればいいのかな？イタリア人、俺が使って自由にいいの？その辺知りたいかも。めちゃめちゃかっこいい、この曲も。オッケー、ありがとう。かっけえな。新月っていう曲。かっけえな。風船ありがとう。初コメありがとう。もしよかったらフォローしてね。初風船ありがとう。かっこいいね。あ、俺の旅よ。ありがとう。嬉しいね。かっこいいね。ありがとうね。かっこいいわ。コオロギの音、ただちょっと鳴りすぎてるから、ミックスがコオロギの音が前に出すぎてるから、もうちょい下げていいよ、うん、プログレだね、うん、曲名は新月だって、かっこいい、この曲。これでもラップやりたいよね。かっこいい。使う。かっけえわ、いいわ、ありがとう。旅をイメージして作ってくれたみたいです。みんなイタリア人にパチパチ。曲は新月、使っていいよって言ってくれてるから、もうバンバン使わせてもらうわ。リリック載せてもいいのかな。ラップのスタイルね、これに。
リリック考えない？みんなで。みんなでリリック考えようよ。歌い出し、みんなで一緒に作ろうよ。リリック。超かっこいい。新月っていうのもまたかっこいいね。あ、提案があるんだけど、曲名さ、新月こっちにしない？新月。こっちにしない？誠の月にしない？誠の月。どう？誠の月で新月にしない？どう？これにラップのスタイルだよ。いい？ありがとう。うん、ああ、いえ。みんなでリリック考えようよ。えいよYo. Yeah. みんなでリリック書いてラップやるから。Ayo. じゃあみんなの書いたやつをラップするわ。みんな適当に文字書いていって。MC ワード。誰も書かねえんかい。誰も書かないんかい。宇宙がどこにあるかわからないから、そう自分で目確かめたもの。リリックはむずい。OK。適当にフリースタイルでやってくぜ。目で聞いたことを耳で感じたこと、目で見たこと、心で感じたこと、すべてをリアルに伝えるために、リアルで見たものを信じてこの街を旅する。いや、カズただいま。ニコ生生まれ育ちで育ち、そこら辺の基地が大体友達。いや、野生児エイジバーガー、ありがとう。何を信じていいかわからねえ。そうだから、そう目で見たものを確かめていけな。そこに存在するために、自分を表現していけ。 Yeah。 起きたミュール、Wake up, Miru. Wake up, wake up. Yeah. やりたいことやってけ。やりたいことやってけ。人生一回、一か八かだろ。そう感じねえか。後悔するな。やりたいことやれ。ガンガン稼げ。旅に出ろ。お前がこの地球に生まれてきたのは何のためなのか。パッパン見るよ。奇跡の確率。触れ合って、抱き合って、シェイクハンド。
これでもマジでリリック乗せてやりたいね、なんかね。リリック考えて入れようか、ラップ。うん。ありがとう、素敵な曲ありがとう。ありがとう、イタリア人。ポテチ。これ、リリック乗せてじゃあ YouTube アップロードしようか。イタリア人さ、アーティスト名入れたいから、PV 作るから、アーティスト名と全部打ち合わせしようよ、LINE で。BGM、なんつうんだっけ、こういうの。フューチャリングでちゃんと宣伝するから、アーティスト名入れて。うん。ちょっと、リリック二人で考えたりして、なんか音を調整したりしてやろうよ。曲作ろう。いい曲だった。ありがとう。すげえかっこいい。新月。いいタイトルだね。新月。いいタイトル。すごく。エンディング曲にいいかもしれないね。放送終わりの。うん。うん。LINE 待ってるわ。旅のテーマソングね。うん、流星マビアいらっしゃい、ワードツー。ありがとうね。旅配信ではお世話になったよ、だいぶ。ありがとう。これダウンロードしたファイルどこ行ったんだろう。あれダウンロードファイルどこだ。これか。ちょっと一回音変わるかも。これで合ってるかな。違うな。これじゃないな。どこだ。ダウンロード。これか。まあこれでね、放送やってもいいし。バックミュージックに流してね。うん。いい音源だね。今何したいか。今か。今何したいか。なんだろう。今したいこと。なんだろうな。毎日やりたいことやってっかんな。今か。今。配信かな。今やりたいことやってるよ、配信やってるよ。うん。うん。なんだろう。今。まあ億万長者になりたくて、月収100万。今月やりたいことは、10位以内に入りたい。うん。マンスリー10位以内に入りたいね。大丈夫だ。ちゃんとダウンロードされてたね。オリジナルが一番いいよ。下手でもいいんだよ。オリジナルなんだよ。気持ちがさ、だって世界に和道をイメージして作ったよって。和道の旅をイメージして作ったんだよって嬉しいじゃん。そう。本当のコラボレーションじゃん。高山はどつ。そう、やっぱアーティストと手組んで画家にさ、T シャツ作ってもらいたいし、ステッカーも作ってもらいたいし、ブランドをみんなで共有していきたいよ。みんなでなんか世界観作っていきたい、うん。手作りなものに勝てるものはないから。世の中ってさ、既製品はやっぱ高くないんだよ。誰でも作れるから。でも手で作ったものっていうのはいいんだよ。高いんだよ。なんでかっていうと世界にそれしかない価値があるから。人の手で作ったものにはね、魂がこもってる。
こういうね、配信の曲も作ってもらいたいよね。こういうループ音源みたいなのもね。リスナーさんと一緒に配信作っていきたい。映画の主題歌ではカメラマン俺やるよとかさ。なんか一個の作品作って死んでいきたいかな。ご飯はどうしようかな。あとで作らないといけないから、もう本当に3万円しかないから、今月は貧乏生活かな。あとで米炊いてなんか炒めて食うよ。今月はなんつうの、もう最近自炊とかしなかったから、金使いまくってたからダメだなって自分で思ってて、ちゃんとアメリカ旅行に向けて金貯める。今月はとにかく稼ぐ。うん。後で食う。和道ステッカー貼ろうかな、こいつに。ワドステッカー貼ろう。そうだね、アメリカは行かないとダメだよね。みんなで一緒に行くんだよ。配信分回すから、みんなと行くんだよ。俺は一人じゃないよ。みんなと一緒に行くんだよ。ステッカー貼るわ。ステッカー貼ったわ。億万長者になりたいなら普通の配信じゃ稼げないと思う。いや、俺は稼げると思ってるよ。コツコツ続けることが大事だと思ってる。レベルアップ、そのただ稼ぐためじゃなくて、俺の成長も込みなんだよ。俺の成長も込みでもできるよ。大丈夫。ゴールさえブレてなかったら見えてくるから、道が。いつもそう。最初はやり方わかんなくていい。徐々に徐々にゆっくりゴールさえちゃんと見て、その方向に進めばいい。レイニマンはどつ。大丈夫だよ、カズ。俺を信じて。絶対大丈夫だから。俺だってふわっちで生活できると思ってなかったし、ふわっちってサイトなかったんだよ。でもだんだん見えてくるから。だんだん見えてくる。大丈夫だよ。焦らなくていい。ゴールさえしっかりね。ゴールだけしっかり見てれば大丈夫。前に進んでいけばいい。アッコありがとう。
バーガーありがとう。ゆっくりね、ゆっくり。焦らず一歩ずつ。お金持ちのリスナーさん、ダメだよ、そういう考え方は。お金持ちを捕まえようっていうのは、貧乏な人をないがしろにするっていうのイコールなのよ。みんなに愛されればいい。極端な話、1億人リスナーがいて1円ずつ投げられたらいいんだもん。でしょ？だから俺はそう思ってんの、本気で。お金持ちの人を捕まえるんじゃなくて、有名になる。もう1億人、要は日本国中が 1年に1回俺の放送を見て、アイテム1円投げたら勝ちなんだから。もちろんお金持ちの人も大事にするけど、みんな大事だよ。お金持ってない人も、うん、俺は誰かにこう、なんだろう、お金持ちの人に依存するのも本当の自由じゃないと思ってるから、うん、みんなでゆっくり上目指そうよ。みんなのフォロー一つ、リツイート一つとか全部大事にしてるよ。だからお願いしてんのよ。Facebook とかも登録してって。YouTube も登録してって。全部登録してねって。うん。あ、ありがとう、Mr. United さん。いらっしゃい。楽しんでて。ありがとう、嬉しいです。一歩ずつ前に行きましょう。1億円も一緒よ。全部つながってるから。1万人リアとだってさ、99人でもすごいじゃない。そう、一歩ずつ一歩ずつ前に進んでいけばね、全部叶うよ、うん、みんな大事なリスナーさんよ。でしょ、カズ、うん、カズもこの中に入ってるわけじゃん。会いに来てくれた人がさ、いるんだよ。99人ももっと上目指していくよ。一緒に頑張ろう。おい、風船200個ありがとう。1億人に1円ずつもらうたび、いや、いいわ。リスナーさんはお金じゃないから。風船200個ありがとう、しんさん。たくさんありがとう。いろんな支援の形があるんだよ。そう、パッキパキに入ってる赤が、うん、明るめの赤だね。が切れる。タン、いや、まだ日付は決まってない。俺頭痛くて風邪治さないといけないから、
髪の毛の色を変えるのは常識に洗脳されないためですか？まあまあ、俺、常識に洗脳されないためっていうよりも、自由な髪型にしたいっていうのは夢だったの。ただ、金銭的な理由とか、仕事をしてるとか、そういういろんな理由があってできなかったんだよ。だけどさ、なんて言えばいいんだろう。それができるようになったの。金銭的なと、その、仕事に縛られないっていうか。だからまあやりたい髪型やっとできるようになったのはお金に不自由しなくなったのと仕事に縛られなくなったのっていうのはでかいよね。うん。明日会えるね。うん。それは大きな理由だよ。俺の中。あ、そっか。夜の7時もう真っ暗。あ、そうでもないな。うん。そうでもないわ。東京も明るいわ。まだ時間。沖縄がやたら長く感じたけど、日が落ちるの。早く会いたいね。サラリーマンは北朝鮮みたいだとは思わないけど、別に全然思わないよ、そんなこと。ただまあやりたいことを仕事にするのはいいことだと思うけど、だってやりたいことやってたら毎日笑顔で仕事できるじゃん。ね、笑顔はやっぱ大事だよ、うん。だって誰かを喜ばせることもできるかもしれないんだもん。それっていいじゃん。俺の知らない誰かがどっかで笑ってたらいいじゃん。だからリアとするとね、笑ってくれるの。面白かったよって。それがすごい嬉しい、うん。笑顔じゃない人が多いかもしれないから俺は笑顔で生きたいと思ってんだよ、うん。飯食ってた？お帰り。レクチのライブ楽しみだね、明日ね。風船ありがとう。メロン風船ありがとう。ありがとう。リア突した時、ただ一緒に飯食っただけだけど、めちゃくちゃ楽しかった。ありがとう。のっちありがとう、10個。リリック考えようか、さっきの曲。ダラダラ配信でもいい？ダラダラ配信でもいい？なんかリリック考えたい、さっきの曲の。せっかくプレゼントされた曲だから。あ、じゃあ一回枠閉じるわ。一回枠閉じて、一緒にリリックを考える枠。曲を作る枠やります。じゃあ、お疲れ様でーす。曲作り枠で。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。